こんにちは。今回は定番のおかず肉野菜炒めを作っていこうと思います。はじめに食材の下準備をしていきます。キャベツ 100g はざく切り、ピーマン2個は千切りにして、人参3分の1本は薄切り、玉ねぎは2分の1個を乱切りにしていきます。炒め物を美味しく作るポイントはいろいろとあるんですけど、今回は2つのポイントに絞って作りました。1つは食材ごとに分けて炒めてから合わせるっていうことと、2つ目は調味料の入れるタイミングです。この2つを意識しながら見ていただけると参考になるところもあるかと思いますので、ぜひ最後まで見ていてください。食材は今回は豚肉を使ってますけれども、牛肉でも美味しく作れますし、野菜はお好きな野菜を使ってください。ニンニク一かけはみじん切りにします。チューブのニンニクでももちろん作れるんですけれども、やっぱりフレッシュな生のニンニクがおすすめです。豚肉は食べやすい大きさにカットしておいてください。卵2個はボウルに割り、塩と胡椒をして溶き卵を作っておいてください。塩加減は今回1つまみとブラックペッパーを5、6回カリカリしました。それではここから炒めていきます。まずフライパンにサラダ油をひいて、豚肉を入れて塩をして中火でさっと炒めます。この時に大体8割ほど火が通ったら一旦取り出します。ここであまり火を入れすぎると固くなってしまいますので、大体8割ぐらいですね。でその後そのままフライパンは洗わずに溶き卵を加えて半熟卵を作り、これも一旦取り出します。フライパンを洗わないことで豚肉の旨味が卵にこう移るようなイメージです。豚肉と卵は野菜を炒めた最後あたりで加えていきます。次は野菜を炒めていきます。サラダ油大さじ1とニンニクみじん切りを入れて、弱火で香りを出したら人参と玉ねぎを加えて、大体約1分ぐらい炒めてください。キャベツとピーマンを加えてしんなりするまで炒めていきます。でここからは手早くいきます。酒大さじ1と砂糖小さじ1、オイスターソース大さじ2を加えます。調味料を加えたら全体を炒め合わせていきます。よけておいた卵と豚肉、これを加えて全体を合わせていきます。でここで火加減を強火にしていただいて、黒酢小さじ1と醤油小さじ1、これを鍋肌に回しかけて手早く混ぜ合わせるような感じです。最後に火を止めていただいて、ごま油小さじ1を加えて全体を合わせて香りをつけるような感じです。